なんだお前たち、所属と名前は。私はローエン・ジェイ・イルベルト。え、コンダクター・イルベルト殿。こんな事態です、戦況を伺えませんか。はっ、ではこちらへ。これはリリアルオーブの反応を拾い戦局図を見るものです。あれ、これだけなんか違うね。それは参謀副長殿が進めている戦略のための部隊です。フォーブ・アグリアの妨害を突破したようですね。ジランドの戦略だと。ええ、一の鐘の後には予定到達点に至ると思われます。詳細は聞かされていませんが、戦局の流れを一気にこちらへと向ける切り札だとか。作戦実行の際に予定到達点へできるだけ部隊を集結させるよう指示が出ています。うん、この進路だと予定到達点はここですね。あ、はい、その通りです。さすがですね、コンダクター。嫌な予感がしますね。はあ、クルスニクの槍を使うつもりだろうが、自分に詳細を明かさない理由が見えない。クルスニクの槍はジランドという人が持っていったんでしょうか。状況から考えたらそうだと思うけど、クルスニクの槍の軌道に必要な鍵は私が奪い、イヴァルに託してある。だから槍は使われることないと思ってたんだ。ですが槍は持ち出され、おそらく使用準備を進めている。それはつまり新たな鍵が生み出されたのかもしれん。アジュル軍はどのようにして庄屋を更新しているのでしょうか。ラノームは訪れていないはずですが。ああ、はい、アジュールが開発したブースターをご存知でしょうか。そんな見ないでよ、うー、恥ずかしい。敵はそのブースターによってマナを増大させ、自分たちの周囲の霊性を変化させています。マナで地の微生霊を大量に召喚し、ラノームに変えたのですか。なんという奇策。さすがウィンガルといったところですね。ラシュガル軍はどうやって抵抗してるんですか。我々にもブースターがありますから。兵全員に配備し、小隊の一人に霊性を変化させるものを当てたのですね。あ、はい、おっしゃる通りです。もしかして僕らの出番。いや、ここはローエンに任せよう。地の術に長けた者がやる方がいい。時間がありません。すぐにジランドの部隊を追いましょう。ブースターを一つお借りできますか。イルベルト殿、ブースターについてなのですが、実はブースターには致命的な副作用があるという噂が出ています。何ですと。長時間使い続けると少しずつ体力が落ちていくとか。命を削る、そういうことですか。影響には個人差がかなりあるようですが、あまり使用し続けない方が良いと思います。準備は鳥は壊した。まず問題だ。だがなぜやらせんの。今配置を優先、やるをやるのに。だからだ、あんたは信じる。アルビン、何してんの、優等生。
あれ、アルビン確かこっちに。はあ、大丈夫か柔道くん。アルビン、また嘘ですね。エリーゼってば、何言ってるんだよ。アルビン、しらじらしいぞ。オタクも疑ってんの？アルビンさ、今の状況で一人で動かれるとさすがに疑われますよ。アルビン、今は勝手に僕たちから離れないでよ。本当だよ、約束だからね。はいはい。ラシマルの戦略要点は両軍が衝突する盆地を見下ろせる丘の上です。そこにクルスニクの槍を据える気か。おそらくここなら密集した敵を確実に捕らえられる。クルスニクの槍がマナを使用する兵器なら絶好の場所です。しかし急に動ぜず的確にこの場所を見抜くとは。参謀副長ジランド、油断のならない男だな。ナハティガルにおもねる凡庸な男だと思っていましたが、認識を改めねばならないようです。頑張らなきゃ、みんなのために。やるぞ。エリーゼさん、体調は大丈夫ですか？え、急にどうしたんですか？老炎こそ年なんだから無理しないでよね。あ、いえ、異変があったらすぐに行ってくださいね。決戦の前にトイレは済ませとけってことだよな。大丈夫です。セクハラだ、アルビンを訴えろ。とりあえず副作用は出ていないようですね。ヒポ、気になるのはわかるけど、そんな暑い日。見て、大きな草ですね。すごい、雨宿りできそう。泥跳ねた。と、ごめん。自慢のコートに泥が跳ねちまう。後でクリーニングに出さないとな。皆さん、私から離れないでください。思ったより視界が悪いね。敵がどこにいるか全然わからないよ。迂回して安全なルートを探すか。うん、まっすぐに駆け抜けようよ。それが一番早い。僕たち死んじゃうかもね。大丈夫だよ、柔道が言うんだもん。恐れるな。今最も恐れるべきは人間と精霊の命が脅かされることだ。ミラかっこいい。行こう。みんな、クルスニクの槍を破壊する。止まるな。エイソーライ、我が国はエイハー、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 みんな危ない。
何するんだ。僕たちは敵じゃないよ。ジランド参謀副長より全軍に通達があった。コンダクターイルベルトは敵となった。殺してでも排除せよとな。なんですと。ラシュガル戦略要定の破壊など絶対にさせん。結局ラシュガル兵と戦うのか。私たちを殺そうとしてまでか。ジランドは感情的なグリップのようですね。勝つために手段を選ばない必死な奴はいつもそんなもんだろ。戦争に勝つことのみが目的ではないのかもしれないな。なんか嫌な感じするよ。うん、槍のもとへ急ごう。はい、レンジャーさん行くよ。ミヤ、はあ、メッソーランダ一気に蹴散らすぞ。ミラ、張り切ってますね。変身だ。人間も精霊の命も脅かされるか。どうしてその人間の命を変えるのか。何アルビン。いや、よそ見してる暇はないぜ。力を一つにした。全封じ協力する。カジュアル蹴られて。まだ来るの。でも僕が。おい、無理しすぎじゃねえか。分かってろって。できないよ、アルビンの言う通りだ。槍まではまだある。僕は大丈夫だよ。それよりもミラーは前だけ見ていて。お願い。ありがとう。私は心強い友を得た。他は僕がフォローするからね、ミラー。はい、ウィークアップ渡せ。目が覚める。うじゃうじゃ湧いてきやがって。あと少しだってのに。アルビン君、大丈夫？お嬢さんに心配されるほどヤバじゃないよ。本当に本気ですか？嘘つきだから心配してくれんの。違います。もうすぐそれもなしだ。どうせお嬢さんに。こればっかはマジかもよ。もう二人とも話し込んでるとやられちゃうよ。それぞれ第一方向メイカー。うわっ、あとちょっとだ。大丈夫ですか、ジュード。これが戦争なんだ。はい、戦争は若者の命を奪い、先を生きた者たちを置き去りにする。若者に残すべき未来に彼らはいません。行こう、ローエン。そんな戦いは早く終わらせなきゃ。参りましょう。槍の運ばれた丘はもうすぐ。あと一踏ん張りです。ダメ。ったく、次から次へと。いい加減にしろってろ。と言っても、ここは戦場のど真ん中。無理な質問だよね。フォローするぜ、お姫様。そんなこと頼んでません。その元気があるなら大丈夫だな。レイヤーさん、単独で突っ込むと包囲されますよ。ミラ、このままじゃまずいよ。かといって引くわけにはいかない。なんとか押し切るんだ。ミラ、しっかり。銃でこそ。僕ならまだ平気だよ。ならば私もまだまだ大丈夫だ。だろう、ホーコ。それ、ヘイ、砕けろ。
まだいけるな。もちろんだよ。今できることをやるんだ。